ビクトル・ステパノビチ・チェルノム・イル人は、ロシア連邦の政治家。ボリス・エリチン政権にて、初代ロシア連邦首相、1998年に設立したガスプロムの初代社長を務めた。1938年4月9日に、ソビエト連邦のロシアソビエト、連邦社会主義共和国のオレンブルク州に誕生する。1966年に、クイビシェフ工科大学を卒業。 1972年に全連邦通信制工業大学経済学部を卒業した。1961年にソビエト連邦共産党に入党。一貫して天然ガスなどのエネルギー関係を渡る。1973年オレンブルクガス生成工場支配人となる。1978年共産党中央委員会重工業部に移る。 1982年、ソビエト連邦石油ガス工業省次官に任命される。1983年、全連邦工業合同、グラブチュメンガスプロム支配人を兼務する。1985年、ニコライル・ルイシコフ首相の下で、ソビエト連邦ガス工業省に就任する。グリゴリー・ラブリンスキーが中心になって立案した、500日計画には反対した。 1989年、ガス工業省内に国営コンチェルンガスプロムを創設する。ガスプロムは天然ガス企業として世界最大規模を誇り、チェルノムイル人は同年8月に社長に選出された。1990年3月、ロシア共和国人民大議員選挙に立候補するが、ドミトリー・ウォルコゴノフ将軍に敗れる。1991年、 ソ連8月クーデターが失敗に終わり、ソビエト連邦共産党の回答が決定的になるとチェルノムイル人は共産党を離党する。1992年5月、ロシア連邦政府の燃料エネルギー担当の副首相に任命される。ボリス・エリチン大統領は、エゴ・ールガイダルとアナトリー・チュバイスを起用して、急進的な市場経済導入を推進したが、そのためのショック療法により、 ロシア経済はハイパーインフレーションに見舞われ、エリツィン政権に対する国民で、特に低所得者層、年金生活者など、社会的弱者の支持は急降下していった。エリツィンは新たなる支持基盤として民営化によって生まれた、新興財閥に注目し、その代表とも言うべき、ガスプロムの代表であり、急進的な経済改革ではなく穏健な、 経済改革を主張していたチェルノムイル人を登用することになる。1992年12月第7回人民大議員大会でロシア連邦首相となる。初代ロシア連邦首相となったチェルノムイル人はエリツィンに対して忠誠を誓いアレクサンドルルツコイ副大統領と最高会議議長のルスラン・ハズブラートフがエリツィンに対して離反した際には 1993年9月のロシア議会解散に関する大統領令を支持し、最高会議ビルに立てこもったルツコイとハズブラートフラを武力で鎮圧した。1995年5月には大統領与党として設立された選挙ブロック、我が家ロシア評議会議長に就任。自身も同年12月会議国家会議選挙で我が家、ロシアで 比例区から当選したが、我が家、ロシアそのものは、得票率において、ロシア自由民主党、ロシア連邦共産党に次ぐ、第三党に止まった。しかし1996年ロシア、連邦大統領選挙でのエリツイン大統領の再選には多大な貢献を行い、8月10日に首相に再任される。1996年4月1日に、大統領令により、 チェチェン紛争解決国会委員会が設置され、さらにチェルノムイル人は同委員会議長に任命され、第一次チェチェン紛争の収集に尽力した。さらに1996年11月5日から11月6日にかけてエリツインが心臓手術を受けている間に臨時大統領を務めた。こうして5年余りにも及ぶ首相在任によってチェルノムイル人はエリツインに次ぐ、 政治権力者となったかに見えたが、1998年3月23日に突然の大統領令によって首相職を解任された。この大統領令は2000年ロシア連邦大統領選挙へチェルノムイル人が立候補するため、その準備のために首相職を解任すると説明されたが、実際は健康を悪化させていたエリツィに代わって、 チェルノムイル人が政権内で巨大な存在になったことを嫌ったエリツィンとその周辺による体の良い厄介笑いであったと言われている。エリツィン大統領は当初はチェルノムイル人の公認の首相を任命せず、自らが首相代行を兼任して権力を掌握しようとしたが、憲法裁判所がこの措置を違法と裁定したことによって、それを断念し、 若手政治家のセルゲイ・キリエンコを首相代行から首相に任命してチェルノムイル人の後継内閣を組閣させた。しかし1998年8月17日にセルゲイ・キリエンコ内閣はルーブルの切り下げと90日間の対外債務の支払い停止を発表し、これがロシア金融危機のきっかけとなった。この危機にあってキリエンコは事態を収拾することができず、 8月23日に、ボリス・エリツィン大統領は、突如、キリエンコ内閣の全閣僚を罷免した。8月24日にエリツィンは再び、チェルノムイル人を起用し、彼を首相代行に任命した。エリツィンは、若手改革派ではあるが、政治的力量に欠けていたキリエンコを切り捨て、重量級であるチェルノムイル人を再登板させようと、目論んだわけである。しかし、野党勢力は、 こうしたエリツィンの行動が尻滅裂であると、ますます批判を強めた。8月31日に、会員はチェルノムイル人のロシア連邦首相承認を賛成94、反対251で否決した。エリツィンは、再度会員にチェルノムイル人の承認を求めたが、9月7日の第2回投票でも、賛成137、反対273で否決された。 チェルノムイル人自身は第三回投票に持ち込むことを辞さない覚悟であったが、エリツィンは二度の秘訣でチェルノムイル人の承認を諦めてチェルノムイル人は首相再当番の目を絶たれてしまった。新首相には議会の受けも良かったエフゲニー・プリマコフ外相代行が就任した。チェルノムイル人はその後の1999年にユーゴスラビア紛争調停のため大統領特使として ユーゴに派遣される。同年12月の下院国家会議選挙では、我が家ロシアは5%条項を突破せず比例区で議席を獲得できなかったが、チェルノムイル人自身は小選挙区から立候補して当選した。その後2001年5月に中ウクライナ大使に任命された。2009年6月11日にウクライナ大使を解任され、大統領。 古文兼 CIS 諸国経済協力特別大統領代表に任命された。2010年11月3日にモスクワ市内の病院で死去。72歳であった。在任中の政策により新興財閥を巨大化させた。また、自身の母体であるガスプロムなどのガス石油企業に対する保護はロシアの国家財政における税収不足を引き起こす事態になり、 短期国債の乱発とともに、ロシア財政危機の一員となった。ありがとうございます。